昨日午後10時半ごろ松阪市嬉野市,市町の伊勢自動車道下り市嬉野インターチェンジ付近で乗用車がクッションドラムに衝突しました警察によりますと運転していた女性は事故の後、歩いて移動した上り線で乗用車にはねられた上、さらに下り線でも2台の車にはねられその場で死亡が確認されました女性の年齢は40代から50代くらいで 警察は女性の身元と当時の状況を調べています。事故の影響で伊勢自動車道は被災インターから一市嬉野インターの間で一時通行止めとなりました。